津田基一津田基一昭和12年10月5日は衆議院議員弁護士、和佐国山部郡片貝村出身、東京専門学校法律科を卒業し、1893年に判事検事登用試験に合格した。司法監視法を経て、1896年より鹿児島区裁判所、姫路区裁判所、神戸区裁判所の判事を歴任した。 1899年、台湾総督府法院検察官に就任。1905年、台湾総督府で検察官制度廃止の議論が起きると反対の議論を展開した。これが、小玉玄太郎台湾総督や後藤、新平民政長官に認められ、東園町長に投用された。その後、台南町長が吉町長を歴任し、在任中は、 ペストの撲滅に尽力した。1916年に退官した後は、弁護士を開業した。1917年4月、第13回衆議院議員総選挙で当選したが、衆議院議員選挙訴訟の結果、安房軍での選挙が無効となり、同年12月8日、千葉県知事により、宇さわふ吉上正一郎、木村正次郎、関和知、うざ栄八、 柏原文太郎、磯野隆加石逸、土屋清三郎と共に当選証書が取り消され、議員を退職し、同月に実施された再選挙で当選した。日本、粉ミルク株式会社の取締役を務めたほか、関古霊機動株式会社代表、新井高炭鉱株式会社代表、関古霊工業株式会社代表、某州漁業況株式会社取締役、 台湾土地開拓株式会社監査役、台湾総督府評議会員に就任した。ありがとうございます。